ポーランド国鉄2号線は、ポーランドの首都ワルシャワのワルシャー中央駅と、ルブリン県のテレスポル駅を結ぶポーランド国鉄の鉄道路線である。全長は 214.227km であり、全線が複線電化されている。数多くの国際列車が運行され、3号線とともに EU のトランスヨーロピアン交通ネットワークの E20 号線を構成する路線である。 また、ハムヨーロッパ回廊の2号線でもある。現在では大部分の区間で、旅客列車は時速 160km、貨物列車は時速 120km での運転が可能になっている。ワルシャワ・シェドルツェ間には、通勤列車も運行されている。1908年当時のワルシャワ・テレスポル駅、ワルシャワ中央駅1795年のポーランド分割の結果、 19世紀の大半の時期は、ロシア帝国の支配下にあり、ポーランド立憲王国と呼ばれていた。これに伴い、1850年代後半にワルシャワとモスクワの間に鉄道を建設する計画が具体化されたのが始まりである。1864年に建設が認可され、1865年に建設が開始された。1866年にワルシャワ、 シェドルツェ間が翌1867年にはテレスポル駅までの全区間が開業した。4年後にはテレスポルとブレストリトフスクの間のブック川に全長 5km の橋が架けられた。第3次ポーランド分割により、ポーランド東部がロシアに支配された結果、ワルシャワ・モスクワ間に鉄道が建設されたのである。ワルシャワ・テレスポル間の鉄道は1845年に、 開業したワルシャワ・ウィーン間の鉄道、1862年に開業したワルシャーサンクト・ペテルブルク間の鉄道がに、次ぐワルシャーで3番目の鉄道であった。当初は全区間がロシア帝国領であったため、1 5 2 0ト、mm、ルの後期で建設された。この時点では、ビスはカワウガンのプラガ地区から発着していた。これは当局が、 戦略上の理由からビスワ側に鉄橋をかけることを阻止していたからである。しかしながら、1877年には鉄橋が建設され、ビスワカし鉄道及びワルシャワ環状鉄道と共に中心部のターミナル駅に乗り入れるようになった。1891年には、ロシア帝国政府により国有化され、ビスワカし鉄道も編入された。 1914年の第一次世界大戦改戦後は、ロシア軍の撤退により、鉄道も甚大な被害を受けた。後に、ドイツ軍により、部分的に修復され、同時に、標準期に改め期された。なお、1920年のポーランドソビエト戦争の、時には再び後期に改め期された。大戦後に、ポーランド第二共和国が独立し、 ポーランド全土の鉄道を管轄するポーランド国鉄による運営の下で路線の再建が行われた。1933年にはワルシャワ・テレスポル駅とワルシャワ・ウィーン駅跡に建設されたワルシャワ・本駅を結ぶ地下線が建設され、1937年にはワルシャワ・ミンスク・マゾビエツ機関が電化された。 1970年代にはポーランド人民共和国の国家的プロジェクトとして西側の借還でワルシャワ本駅に代わる新駅としてワルシャワ中央駅の建設が開始された。しかしながら計画は物質的な問題に差し掛かる。駅の設計は革新的であったが、度重なる計画変更と基準を下回る建築水準に悩まされた。 建設工事の範囲に関する問題は1975年のソ連のレオニード・ブレジネフ書記長のポーランド訪問に間に合わせることが最優先とされた。工事を急ぎすぎたことにより設計や建設段階に問題があったため、1980年代を通して修復工事が行われた。自動ドアのみならず、エスカレーターやエレベーターが各ホームに設置され、 ポーランドの財政難にもかかわらず当時にしては進んだ設備が導入された。また、第二次世界大戦後にポーランドとソ連の国境となったテレスポル付近の区間は、モスクワオリンピックの前年の1979年にソ連領内区間と合わせて電化された。体制転換後の2000年代に設備の近代内化が行われ、旅客列車は 時速 160km、貨物列車は時速 120km での運行が可能になった。マゾビエツキ方面の旅客列車はマゾビエツキ鉄道が運行している。車両は AN57 型、AN71 系、ER75 型などが、機関車は EU43 型などが用いられる。ありがとうございます。